ツインレイとの出会いは、二人が成し遂げるべき目的があります。その最終目標は、魂の統合です。しかし、この統合の前には、最終テストが存在し、その内容や、乗り越える方法について知りたいと思っていることでしょう。そして最終テストと聞いて、こんな疑問を抱えるかと思います。ツインレイの最終テストってどんな内容なの？なぜ最終テストが存在するの？最終テストを乗り越える方法は？などが気になりますよね。今回は、ツインレイの最終テストに焦点を当て、その内容や存在理由、乗り越える方法について、詳しくご紹介します。ツインレイとの統合を目指す際に、知っておくべきポイントを最後までお伝えします。まず、最終テストの内容について考えてみましょう。そして、最終テストが存在する背景や理由にも触れ、その後、乗り越えるための方法についても解説します。ツインレイとの統合を目指す方にとって、貴重な情報が得られることでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。同時に大きく体調を崩す、統合前の期間において、ツインレイの一方もしくは、両方が体調不良に陥ることはよく見られます。この体調不良は、身体的な不調だけでなく、心の状態に起因するものと言えます。心の疲れやストレスが体調不良となって現れ、その状態が統合前の試練となります。心の不調が体調に影響を与えることからもわかる通り、心身は密接に関連しています。ツインレイの統合において、このような体調不良が試練として現れる理由は、極限状態での自己の本質や本心を見極めるためです。通常の健康な状態では現れない、普段隠れている感情や考えが、体調不良の状態であらわになります。この試練を通じて、自分や相手の本当の気持ち、本質的な部分が明らかになります。体調が悪くなった時、一般的には、ネガティブな感情が湧きやすくなります。自分を不幸だと感じ、他者に対して、妬みや嫉妬が生まれたり、普段は抑えていた本音が現れることもあります。これは、極限状態での振る舞いや感情が問われていると言えます。統合を目指すツインレイにとって、このような体調不良は、単なる風邪とは異なり、お互いへの真実の、愛の気持ちが試される瞬間となります。二人が事件や事故に遭う、統合前の最後の試練として、ツインレイ同士がどちらか一方、または両方が事件や事故に遭うことがあります。この試練は、人生で最も辛い状況に直面する可能性があるため、想像したくない出来事かもしれません。ツインレイの最終テストでは、これが最後の難関と言われています。現時点では、具体的なトラブルの内容はわからないかもしれませんが、これは、お互いにとって、非常に大きな試練とされています。しかし、この難関をクリアできない場合、統合が果たせない可能性もあるのが現実です。結果的に、ツインレイ同士が離れざるを得なくなるケースもあるため、この試練に向けて心の準備を整えておくことが、極めて重要です。どのような未来の試練が待っているかは予測できませんが、お互いに理解し合い、サポートし合いながら、困難に立ち向かっていく覚悟が必要です。これが、ツインレイの最終テストにおいて求められる心構えです。二人の関係を邪魔するものが現れる。もうすぐ統合できるかもしれない。と感じている時に、二人の絆を引き裂こうとする邪魔者が現れることがあります。この邪魔者の正体は、二人の統合を阻む闇の存在です。サイレント期間中に、この闇の存在によって、二人の仲が妨げられ、統合を諦めることもあるかもしれません。しかし、この闇の邪魔者が現れる意味は、自分自身と向き合うことにあります。なぜなら、本当にツインレイなのだろうか？本当に愛されているのだろうか？という、自分の不安から生じる闇だからです。それでも、どんな人でも、何かしらの不安を抱えるものです。しかし、その不安を手放さない限り、ツインレイは、魂の統合に至ることができません。なので、すでに存在する不安を、自ら増幅させないよう、自信を持ってツインレイの統合を目指しましょう。二人を一時的に離れる運命が訪れる、特定の試練ではなく、
漠然とした不安に襲われる場合もあります。例えば、片方が転職したことで生活リズムが合わなくなり、二人で共に過ごす時間が減少するなどです。人間は変化を嫌う生き物でありながら、安定から離れることに対して不安を感じるものです。しかし、この安定は魂の成長を妨げ、統合という大きな目標を達成する価値のある魂の成熟度には達していないかもしれません。試練として、訪れるテストの一環として、こうした変化が起こります。遠方への引っ越しや仕事の多忙化など、環境の変化が二人の関係に影響を与える可能性があるため、変化に対処できるように、事前に準備をしておくことが重要です。ツインレイの最終テストは、なぜ存在するのでしょうか？ツインレイの最終テストに対して、そもそもどうして最終テストが存在するの？と疑問を抱いている人もいますよね。そんなあなたにここからは、ツインレイの最終テストが存在する理由や、最終テストで確認されていることについてお話ししていきます。最終テストでは、魂の成熟度が試されています。実際、最終テストは、言ってみれば、統合しても良いかどうかを問う、卒業試験のようなものなのです。ツインレイは統合するまでに、様々な試練を乗り越えなければなりませんが、正直なところ、それらの試練がなければ、もっと楽だったでしょう。しかし、統合するためには、魂の成長が、絶対条件なのです。ですから、最終テストは、魂が本当に成長して、統合可能なレベルに到達したかどうかを確認されているのです。自分よがりなエゴを手放せているか、最初に確認されているのは、自分自身のエゴを克服しているかどうかです。ツインレイの関係では、出会いから統合までの過程で、何度もインナーチャイルドと向き合う瞬間があります。インナーチャイルドの例として、親からの十分な愛情を得られなかったり、苦しい恋愛を経験したり、親しい友達に裏切られて傷ついたことが挙げられます。これらの闇を抱えたままだと、恋愛への依存やパートナーへの疑念などの行動につながることがあります。最終テストでは、この闇を克服できているかが試されるのです。もしまだエゴを乗り越えられずに闇を抱えているなら、魂が成長していないとみなされ、統合が遠のく可能性があります。しかし、苦しい状況が続くと、つい全てを諦めてしまいたくなることもあるでしょう。もうツインレイはどうでもいい楽になりたいと感じることもありますが、ツインレイを諦めることで気持ちがスッキリする場合もあります。無条件の愛で愛しているか、最終テストで確認されているのは相手を無条件に愛せているかどうかです。ツインレイが学ぶべき課題の一つが無条件の愛であり、これがないと統合は難しいです。無条件の愛とは、見返りを求めず、依存や束縛をせず、相手のありのままを受け入れ、条件に縛られない愛のことです。通常、人は無意識のうちに見返りを求めがちですが、これを手放すことで、ツインレイの魂の統合が可能になります。ここまでツインレイの最終テストについて、詳しく分かった皆さんに、最後は、ツインレイの最終テストを乗り越える方法をご紹介していきます。ツインレイと出会ったのなら、ツインレイの最高の幸せである魂の統合を果たしたいですよね。そのためには、絶対に最終テストを乗り越えよう、と強い気持ちを持つことが大切です。ぜひこれからお話しすることを参考にしていただき、最終テストをクリアしていきましょう。自分を大切にし今に集中する、ツインレイの最終テストを乗り越えるためには、自分の存在を確立することが重要です。具体的には、自分軸を大切にし、自立した関係性を築くことが求められます。ツインレイの最終形態は、お互いが自己完結し、自立している関係です。つまり、お互いが個々の存在を尊重し合い、二人の魂が望む形です。自分を愛し、自分軸を持つことは、相手を愛することにもつながります。お互いが自分を大切にし、過去や未来ではなく、今を大切に生きることが重要です。相手を尊重し合い、自分自身も大切にすることで、成長と統合が進むでしょう。孤独を怖がらない、自分軸を大切にするということは、
孤独を受け入れることも含みます。ただし、これは他者を拒絶して孤立することではなく、むしろ有意義な孤独を理解し受け入れることです。この孤独は、他者に依存せず、自分を生きるためのものであり、自分を大切に生きることで、自分は生かされているんだという実感を得ることができます。他人や自然、宇宙とのつながりを感じることで、他者への愛が深まり、無償の愛を体験できるようになります。ツインレイとは魂でつながっているため、どんな状況であってもそのつながりは変わりません。しかし、そのつながりの強さは、二人の成長次第であり、最終的には自分たちで乗り越えていく必要があります。ツインレイの統合には最終的な試練が存在し、その試練を乗り越えた者たちだけが、魂の統合を達成することができます。統合の過程で様々な試練が訪れ、時には、心が折れそうになる瞬間もあるでしょう。しかし、こうした困難な状況に直面した時こそ、お互いをありのままで受け入れ、深い愛を持つことが肝要です。最終テストをクリアする力は、お互いの絆と、真実な愛によって決まっていくのです。自分自身への信頼と、相手への信頼を大切にし、お互いを支え合えば、どんな試練も共に乗り越えていけるです。サイレント期間は、人それぞれに異なるものであり、何年もかかることもあれば、数ヶ月で終わる場合もあります。この試練のような期間が終わりに近づく、心身ともに前兆が現れることがあります。ここからは、サイレント期間の終わりに近づいた時に、現れる10個の前兆を見てみましょう。1、高い波動を持つ人たちを引き寄せる。急に異性にモテ始めた時は、サイレント期間が終わる前兆の一つと言えます。サイレント期間を通じて、エゴや執着を手放し、魂が浄化されると、自分らしさが徐々に戻ってきます。これにより波動も高まり、同じく、高い波動を持つ人たちを引き寄せることがあり、結果的にモテるようになるのです。この期間には、他の異性との関係が始まることもあるでしょう。しかし、その経験を通じて、やはりツインレイの相手じゃなきゃダメだと気づくことがあります。その気づきが、サイレント期間終了の前兆となります。2、精神的な距離が縮まる。ツインレイが夢に出てきた場合、これもサイレント期間が終わる前兆の一つです。夢に現れるツインレイは、無意識に相手への真の欲望や愛情、そして記憶の整理が始まっているサインです。夢には心理状態や潜在意識が反映され、記憶の整理が行われていると考えられています。ツインレイが夢に出現することは、自分の意識が相手に向かい始め、ツインソウルとの精神的な距離が縮まっていることを示しています。サイレント期間中も、二人の関係を見直し、再会への確信を深めつつ、夢を通じて、感情や記憶の整理を行っていると言えるでしょう。ツインレイが夢に繰り返し登場するなら、それは相手との関係が深く、大切な存在であることの再確認と言えるでしょう。3、天使の数字に惹かれる。サイレント期間が終わりに近づく、エンジェルナンバーをよく見るようになることがあります。エンジェルナンバーは、ゾロ目や特定の数字など、天使からのメッセージが込められた数字のことです。これらの数字は、気をつけるべきことや、将来の出来事についてのメッセージを示しています。気になる数字をエンジェルナンバーとして検索すると、天使からのメッセージが解読できることがあります。同じ数字やゾロ目が繰り返し現れることで、サイレント期間が終わりに近づいている可能性があります。4、ツインレイへの気持ちが解放される。ツインレイに対する執着が手放されると、サイレント期間の終了が近づいている前兆と言えます。この期間の中で最も重要な試練は、ツインレイに対する執着や依存、身勝手なエゴを解放することです。物理的、精神的に離れることで、相手がいないと生きていけないという状態から、ツインレイがいなくても、自分らしく前向きに生きる力を身につけることが求められます。自立心が芽生え、相手を愛することができるようになれば、サイレント期間は終わりに近づいています。統合は、ツインレイの相手が幸せでいてくれることを望み、自らも幸福になれる状態で実現されます。5、助けてくれる人が現れる。サイレント期間が終わりに近づく頃には、
試練が非常に厳しい場合があります。このような時、ほとんどの場合、協力してくれる人が現れることがあります。これは心から心配してくれる存在であり、通常は家族や友人が協力者となります。協力者がサポートしてくれることで、乗り越えるべき課題に対処しやすくなります。自分が今取り組むべきことや、的確なアドバイスを提供してくれる人が登場する場合、これがサイレント期間終了の前兆となります。6. 突然、体調が崩れる。サイレント期間を終えるためには、魂の成長が不可欠です。終わりに近づくと魂が急速に成長し、肉体がそれに追いつけなくなり、体調不良が生じることがあります。頭痛、めまい、眠気、だるさ、吐き気などの症状を感じた場合、これは、魂の浄化が進んでいる兆候であり、サイレント期間終了の前兆と考えても良いでしょう。魂の急激な成長に伴う体調不良は、好転反応として受け止め、サイレント期間の終焉に近づいていることを意味します。7. 理想の夫婦に出会う。サイレント期間が終わる前兆として、理想の夫婦に出会うことがあります。過去の経験から結婚に前向きでなかった人も多く存在しますが、理想のパートナーシップを築いている夫婦に接することで、結婚に対するネガティブな印象が薄れ、価値観が変わってきます。このような出会いを通じて、ツインレイは理想の夫婦像を重ね合わせ、結婚に対して前向きな考えに変化していくでしょう。価値観の変化は、サイレント期間の終了に向けた前兆とみなすことができます。8. 常識では考えられない現象が起きる。サイレント期間が終了に近づくと、突然不思議な現象が発生することがあります。テレパシーのような感覚で相手の気持ちが理解できたり、以心伝心のような不可解な現象が起こることがあります。同じ瞬間に同じ経験をすることや、同じ考えを共有することもあります。また、普段なら行かない場所に行きたくなる、以前は無関心だったことに興味を持つなど、サイレント期間が終わりに近づいているサインとして現れます。突発的な衝動に従って行動することで、サイレント期間の終了への手がかりが見つかる可能性もあります。衝動的な行動が、ツインレイとの再会につながることもあるでしょう。9. 愛情や安心感が増す。サイレント期間が終わりに近づくと、魂の浄化が完了し波動が高まります。離れていてもツインレイ同士の波動が調和し、穏やかなエネルギーの交流が生まれるようになります。サイレント期間にはツインレイ同士の波動が一致せず、エネルギーの交流が乱れていた時期がありますが、お互いを見つめ直し魂を浄化する過程で、次第に波動が合致していきます。その結果、離れていても相手の存在を感じ、安心感に包まれ、ツインレイへの愛情が増していくでしょう。相手が物理的にはそばにいなくても、愛を感じることができ、相手のために尽くそうとする気持ちが生まれます。サイレント期間中に試される本物の愛情が、お互いが幸せであることを願う気持ちに変わる瞬間が、サイレント期間終了への兆しです。10. 古いものが壊れる。ツインレイとのサイレント期間が終わりに近づく、周囲の古いものが驚くほど、次々と壊れることがあります。物が壊れる現象は、自分が発するエネルギーの波動が変化したサインです。これは運気が上昇している証でもあり、再会を望んでいた。ツインレイと出会う可能性が高まります。波動の変化により、古いエネルギーと調和しなくなり、それが物事の壊れる原因となります。古いものが壊れることで新たな流れが生まれ、サイレント期間の終了が近いことを示しています。今回は、私がサイレント期間を乗り越える上で実践している究極の秘訣、瞑想と日記についてお話しします。瞑想は、一般的にはスピリチュアルな活動とされることがありますが、最近ではマインドフルネスなど科学的な根拠に裏打ちされた瞑想法が企業の社内研修でも取り入れられ、その脳への効果が注目されています。そしてこの瞑想が私たちの日常にもたらす利益は驚くべきものなのです。まず、集中力の向上や生産性の向上につながるだけでなく、不安や心配を和らげる効果も期待できます。さらに、深い呼吸を通じて、
私たちは目に見えない世界と直結することができるのです。私自身、毎日10分間の瞑想を続けています。深い瞑想状態に入ると様々なビジョンやメッセージを受け取ることがあります。これがサイレント期間中における自分と向き合う貴重な時間なのです。サイレント期間では、これまで見過ごしていた心の傷や両親に対する複雑な感情、本当に望んでいることなど、様々なビジョンやメッセージが浮かび上がりました。これらを受け取ることで自分の内面と対話することができ、成長の一歩を踏み出せたのです。そしてこれらのメッセージやビジョンを忘れないように私は日記をつけるようにしました。日記を振り返ると、実際にその通りに現実が展開していたり、自分の気持ちや現在地に気づく手助けとなります。彼との思いやりも11冊にも及ぶ日記に綴られています。これは新月や満月の願いと同じく、文字に起こすことが未来を具現化させる力を引き出す一つの手段となります。瞑想と日記の組み合わせがサイレント期間を乗り越える力強い支えとなっています。これは単なるスピリチュアルな活動だけでなく、科学的にも認められる有益な手法です。継続的な瞑想と日記の記録が自分の内なる声や気づきをクリアにし、ツイン霊との統合に近づく手助けとなります。瞑想は毎日の習慣とし、自分の内なる真相にアクセスすることで、サイレント期間に隠れた真実に気づくきっかけとなります。そしてその気づきを記録することで、自分の成長や変化を確認できるのです。これは私がサイレント期間を最短で終わらせるために行った準備と種まきの一部です。この究極の秘訣が、皆さんのツイン霊との統合に向けた旅をサポートすることを願っています。どうぞ自分自身に向き合い、内なる世界を発見してください。日記は私がツイン霊のサイレント期間中に実践した方法の一部です。それぞれの状況や関係性は異なるため、一概には言えませんが、サイレント期間を最短で終わらせるための鍵は、自分自身と向き合い、魂が喜ぶことを実践することです。私の場合、それは瞑想、日記でした。ツイン霊のサイレント期間は物理的に離れているという側面がありますが、精神的なつながりはいつも存在しています。相手が地球の裏側にいても、私たちは精神世界で常につながっているのです。ツイン霊からの連絡が気になり、サイレント期間にツイン霊からメッセージが届いたけど、その意味は何だろうと疑問に思っていませんか？実際、ツイン霊からの連絡はサイレント期間が終わりを告げる兆しのサインかもしれません。特にランナーと呼ばれるツイン霊からの連絡の場合、サイレント期間の終了を予示することが多いです。しかし注意が必要で、ツイン霊からの連絡があったからといって必ずしもサイレント期間が終わるわけではありません。またツイン霊からの連絡に対処する方法についても迷うことがあるでしょう。この動画では、ツイン霊とのサイレント期間中に届いた連絡が何を意味するのかについて説明します。ツイン霊にとってサイレント期間は一つの重要な試練であり、同時に苦難に満ちた期間です。この特別な期間を通じて、ツイン霊同士はお互いの魂との統合に向けて様々な困難や課題に立ち向かいます。こうしたサイレント期間中にツイン霊からの連絡が届くと、その意味について深く考えることは避けられません。ツイン霊からの連絡がサイレント期間中にある場合、通常これはサイレント期間の終了が近いことを示す前触れであることがよくあります。サイレント期間はツイン霊同士が魂の成長と統合を進めるための重要な段階であり、物理的な距離やコミュニケーションの制約が存在します。これは魂の深い統合と真実の愛を実現するために必要な過程で、苦難と成長が交互にやってくる時期と言えるでしょう。ツイン霊同士の関係には、通常ランナーとチェイサーと呼ばれる2つの役割が存在します。ランナーは以前は関係から逃げる立場にいたツイン霊であり、一方チェイサーは積極的に関係を追求し統合を促すツイン霊です。サイレント期間中にツイン霊からの連絡がある場合、特にランナーからの連絡であれば、サイレント期間が終了に向かって進展している兆候として解釈されることがよくあります。言い換えれば、
ツインレイ同士が試練を乗り越え、関係を深め、再び一つになる兆しとして、ランナーからの連絡は多くの場合重要な意味を持つのです。ただし、連絡があったからといって、サイレント期間が自動的に終了するわけではないことに留意すべきです。連絡があった場合、その背後にある意図や感情を理解し、ツインレイ同士の魂の成長と統合の道を進むためのサポートとして受け入れることが肝要です。連絡があっても、サイレント期間が続くことがある。残念ながら、ツインレイからの連絡があったとしても、サイレント期間が続くことがあります。このような状況には、いくつかのケースが考えられます。例えば、今から話す状況では、サイレント期間が続く可能性が高いでしょう。1、チェイサーからの連絡にランナーが返信した場合、チェイサーがランナーに連絡をし、それに対してランナーが返信した場合、サイレント期間が続く可能性が高いです。なぜなら、この連絡がサイレント期間の終了を意味するものではないからです。2、ランナーが甘いや寂しさからチェイサーに連絡した場合、サイレント期間の辛い状況に耐えられず、寂しさや甘えからランナーがチェイサーに連絡することがあります。しかし、スピリチュアルな観点から見ると、このような連絡があっても、サイレント期間の終了を意味しないことがあります。つまり、ツインレイ同士のどちらか一方、または両方が試練の途中にある場合、連絡があったとしても、サイレント期間が続く可能性が高いのです。執着心や寂しさから連絡があった場合、サイレント期間を克服したとは言えないのが現実です。ツインレイ同士が試練を乗り越え、本当の統合を果たすには、時間と魂の成長が必要であり、連絡があるだけでは、サイレント期間が終了しないことが多いのです。次にサイレント期間中に、ツインレイから連絡が来る理由について解説します。サイレント期間中は、互いに自分自身の弱さを克服しなければ、魂の成長ができず、ツインレイの最終ステージである統合を迎えることもできません。そのため、ツインレイに連絡をしてしまうと、サイレント期間が伸びてしまいますが、ツインレイから連絡が来るのは、どのような意味があるのでしょうか。1、統合に突入のサイン。サイレント期間にツインレイからの連絡がある場合、それは、試練のステージを終え、統合に向けた新たな段階に進む合図です。この連絡は、お互いが個別に抱えた試練を乗り越え、無償の愛と依存から解放されていることを示しています。統合のプロセスでは、相手に対する執着やしてほしいといった依存的な感情は妨げになります。そのため、これらのネガティブな感情を手放す必要があります。しかし、サイレント期間を通じて、依存や執着、嫉妬といったネガティブな感情を手放すことができ、代わりに自立心が芽生え、相手を思いやる愛情が成長している場合、統合への準備が整っていることを意味します。自分の感情を相手に押し付けず、相手を尊重し思いやることができるなら、再会や統合は焦らずとも自然な流れで訪れるでしょう。サイレント期間を通じて、自己探求や魂の成長に真剣に向き合い、お互いの魂が洗練されている場合、統合への道が開かれることでしょう。2、精神的に不安定になっているサイン。サイレント期間は、自己探求や、魂の成長の試練でもあります。この期間で、ツインレイ同士は、自分自身と向き合い、依存や執着、弱さを克服する必要があります。魂の成長は、サイレント期間を通じて進むべき重要なステップであり、統合を実現するための使命でもあります。生まれながら、魂は成長するための試練を抱えています。ツインレイ同士が出会い、サイレント期間が始まるのも、統合を果たすだけでなく、魂の成長を遂行し、使命を達成しようとするためです。サイレント期間は過酷であり、不要な依存、執着、嫉妬などの感情を手放す試練です。しかし、この期間では物理的にツインレイ同士が離れ離れになり、寂しさや苦しみが不安定な感情を引き起こし、魂の成長が一時的に停滞することもあります。この成長の停滞によって、不安や弱さを感じ、サイレント期間が続いていることを忘れ、依存や執着から解放されず、ツインレイに連絡を取りたくなることがあります。じゃあ、サイレント期間が終了するケースの特徴はないの？と思いますよね。ここからは、サイレント期間が終了する場合の特徴を話しますね。1、
連絡の内容がポジティブで充実していること、ツインレイ同士の連絡がお互いの成長や自立を感じるような前向きな内容で満ちている場合、それはサイレント期間が終わる前触れと言えます。特にランナーからの連絡を通じてお互いの本音を伝え合ったり充実感を感じた場合、サイレント期間の終了が近い兆候と考えられます。逆に連絡がお互いに会えない寂しさや事務的な近況報告だけである場合、サイレント期間は継続している可能性が高いです。 2. ツインレイからの連絡に対する気持ちが穏やかであること、ランナーからの連絡を受けても気持ちが静かで穏やかな場合があります。執着心を手放し、魂の成長を経てチェイサーとして成熟した場合、ランナーから再度アプローチを受けても冷静に受け止められます。連絡を受けた瞬間に再会の予感が湧き、胸に静けさが戻る場合、これはお互いが試練を克服した兆候でしょう。連絡以外にもサイレント期間終了のサインを受け取っていた場合、ランナーからの連絡とは別にスピリチュアルなサインや兆候を感じた場合、これもサイレント期間の終了が近い可能性があります。連絡があった以外のスピリチュアルなサインの例にはこのようなものがあります。ツインレイが夢に現れる、エンジェルナンバーを繰り返し目にする、ツインレイについての心配事が減少する、体調に変化や不調を感じる、突然の強い睡魔に襲われる、大切なものが壊れたり変化が生じる、これらのスピリチュアルな前触れがあった場合、サイレント期間終了のサインを見逃さずにツインレイ関係の変化を意識してみましょう。連絡があったと同時に他の兆候も共に考慮することで、魂の統合と成長の旅路を理解しやすくなるでしょう。ツインレイからの連絡が来た時どうすればいいのでしょう。ツインレイからの連絡に対処するときは、まず感情を押し殺さずに受け入れ、冷静に考えることが大切です。長らく連絡がなかったり、思いがけない連絡に対して驚きや喜びなどの感情を感じることは自然です。これらの感情を否定する必要はありません。最初に深呼吸をして気持ちを整理しましょう。そして自分の気持ちと向き合ってどのように対処したいのかを考えます。ツインレイからの連絡に対してどのように感じているか、そしてどのように行動したいかを自分に問いかけましょう。連絡に対処する方法や連絡に応じるかどうかはあなた次第です。もし前向きな対応が望ましいと感じるのであれば、その気持ちを抑えずに行動することができます。ただし感情に振り回されずに計画的な行動が重要です。大切なのは自分の気持ちを理解し、感情に流されずに冷静に考えてから行動することです。自分の本音を探求し、その後の対処法を考えましょう。ツインレイのサイレント期間中にツインレイからの連絡が届いた際の意味について説明しました。このサイレント期間は非常に困難な試練とされており、ツインレイからの連絡があると多くの人は再会が近づいているのかもしれないと期待してしまうことが一般的です。この期間は現在の離れ離れの状況に対する辛さや不安、孤独感などの感情からお互いが連絡を取り合ってしまう場合もあります。そのためツインレイからの連絡があったとしてもサイレント期間が続くことがあります。ただしサイレント期間を乗り越えるには、お互いが自身の弱点や課題に向き合い、試練を克服する必要があります。そうした成長があることでサイレント期間は終わり、再会が確実となります。したがって離れていてもお互いはつながっており、信じることが重要です。サイレント期間がなかなか終わらないと、ツインレイとの再会に対する不安がつきまとうことでしょう。現状では再会の見通しが立たず、そのままでは次の世に持ち越される可能性も考えられます。ただし全ての前兆が揃わなければ、サイレント期間が終了しツインレイとの再会が叶わないというわけではありません。今回ご紹介する前兆の中で特に3つまたは4つの前兆が頻繁に起こるようであれば、それがツインレイがあなたの元に戻ってくる前兆とみなすことができるでしょう。それではそれぞれの前兆について詳しく見ていきましょう。1. 異次元世界で彼と会話ができる。ツインレイとの結びつきが強まると、眠りに落ちる瞬間に異次元の世界でツインレイと深い会話ができるという前兆が現れることがあります。
これは通常の夢ではなく、非常に現実的で感動的な経験であり、深く心に残ります。例えば、深夜に眠りについた人が異次元の存在を感じ、ツイン霊と深い対話を交わす夢を見たという具体例があります。夢の中で彼らは過去の経験や未来の希望について語り合い、お互いの理解を深める瞬間を共有します。別のケースでは、眠りについた直後にツインレイと共に幸せな時間を過ごす夢を見たという報告もあります。これらの夢の中での対話は、言葉では表現できない深い感情や思いを共有し、魂のつながりを再確認する場となります。これらの夢は、あくまで幻想ではなく、ツインレイ同士の魂が深くつながっている証拠と言えるでしょう。夢の中での対話が、現実の生活に影響を与え、ツインレイとの再結合への導きとなることもあります。夢での対話から得られる言葉や感情は、日常生活での行動や決断に深い影響を与え、これらの夢を重要視することが大切です。このように、眠りに落ちる瞬間に訪れる、異次元の世界でのツインレイとの会話、魂の結びつきを強化し、成長の機会を提供しています。夢を通じて深まる理解を大切にし、これらの体験を通じて、ツインレイとの再結合への道を進んでいくことが重要です。2. 突然、彼の面影を感じる、ツインレイとの再会が迫ると、周囲の人々が、時折ツインレイの姿に見えるという不思議な現象が起こることがあります。これは、ツインレイへの深い思いが、現実の知覚に影響を与え、他人がツインレイに見えることがあるという、特殊な経験です。例えば、ある女性は電車に乗っている最中、向かいの席に座っている人が一瞬、彼女のツインレイのように見えたと報告しています。その人は、ツインレイ特有の笑顔や目の表情を持っていたため、彼女は驚きと同時に感動を覚えました。このような体験は、ツインレイへの深い愛が強いため、他人にも、ツインレイの特徴を見出してしまうことがあると示唆しています。別の事例では、ある男性がカフェでコーヒーを飲んでいる最中、隣のテーブルの女性が彼のツインレイと似たような髪型や服装をしていたため、一瞬その女性をツインレイだと錯覚しました。この経験を通じて、彼はツインレイへの強い結びつきを再認識し、再会への期待が高まりました。これらの体験は、ツインレイへの深い思いや絆が日常生活の中での知覚に影響を与える現象といえます。周囲の人々がツインレイの姿に見えるという体験は、ツインレイとの再結合が近いことを感じさせるサインであり、ツインレイへの愛とつながりを強く意識させるものです。このような現象に気づくことで、ツインレイとの再会への心の準備を整えることができるでしょう。3. 今日を見ると、ツインレイの顔が映る。ツインレイとの深い絆は、時に自分とツインレイの間の境界が、曖昧になるような体験をもたらすことがあります。その中でも興味深い現象の一つが、鏡に映る自分の顔が、ツインレイの顔に見える瞬間です。例えば、ある女性が毎日のように使用する化粧鏡を見たとき、自分の目が一瞬、ツインレイの目に見えたと報告しています。その瞬間、彼女は、ツインレイの深い視線や感情を感じ、深いつながりと愛情を再確認しました。別のケースでは、ある男性が鏡で髪を整えているとき、自分の笑顔がツインレイの笑顔に見える現象を体験しました。この現象は彼にとって非常にリアルで、一瞬彼はツインレイと一体化したような感覚を覚えました。これらの体験は、単なる錯覚や幻想ではなく、ツインレイとの深い精神的なつながりを示すサインとして解釈できます。鏡に映る自分の顔が、ツインレイの顔に見えるという体験は、ツインレイとの再結合が近づいていることを示唆しています。このような瞬間は、ツインレイとのつながりを深め、再結合に向けた準備をする機会となるでしょう。4. お相手の名前が頭の中で駆け巡る。ツインレイとの再会が近づくと、その名前が頭の中で何度も繰り返されるようになることがあります。例えば、仕事や家事に忙しい日常の中で、ふとした瞬間に、ツインレイの名前が、心の中で反響し始めることがあります。この繰り返される名前は、深
深い思いやつながりが強まっている証拠であり、心の奥底にあるツインレイへの思いが表面化していることを示しています。5、突然お相手の存在を強く感じることがあるツインレイとの精神的なつながりは、予期せぬ瞬間に強烈な感情を引き起こすことがあります。通常の日常生活の中で突然ツインレイへの深い愛情や切なさを感じる瞬間があります。これらの感情ははっきりとした理由がなく突然湧き上がり、ツインレイへの思いを再確認させます。例えば、思い出の場所を訪れた際に強い感動や懐かしさを感じ、涙がこぼれるほどの感情に襲われることがあります。ツインレイへの思いが突然強く湧き上がる現象は、ツインレイとの再結合が近づいているサインである可能性があります。この感情の波を大切にし、再結合への準備を進めることで内面的な成長を遂げることができるでしょう。6、夢の中で幸せな時間を過ごすことができる。ツインレイとの精神的な結びつきは夢の中での体験にも反映されることがあります。夢の中でツインレイと一緒に過ごす時間は、しばしばリアルな感情や幸せをもたらす瞬間として現れます。例えば、花畑を散策したり、星空の下で語り合ったりする夢は、深い結びつきと愛を感じさせます。ある女性は、夢の中でツインレイと手をつなぎ、美しい花畑を歩く場面を経験しました。この夢によって彼女は、ツインレイとの深い結びつきと愛を感じ、目覚めた後も、その幸福感が持続しました。別の男性は、夢の中で星空の下で、ツインレイと語り合う場面を経験し、感動的な出来事として覚えています。このような夢の中での体験は、現実の世界での再会への期待を高め、心の準備を整える機会となります。夢の中での幸せな瞬間は、ツインレイとの再結合が近づいているサインと言えるでしょう。だな。突然、象徴的なシンボルが現れる。ツインレイとの結びつきは、日常生活において、象徴的なシンボルとして現れることがあります。これらのシンボルは、ツインレイとの再会や、深いつながりを感じさせる瞬間として、意識に飛び込んできます。例えば、特定の花や色、または好きな蝶々が、自分の周りに頻繁に現れることがあります。ある女性は、ツインレイとの最初のデートで訪れた公園で見た花が、突然街中で目につくようになりました。この花は彼女にとって、ツインレイとのつながりを象徴する重要なサインであり、再会への期待を高めました。別の男性は、ツインレイが好きな色の蝶々が自分の周りに現れ、その都度深い愛情を感じました。これらの象徴的なシンボルは、ツインレイとの精神的なつながりが強く、再会が近づいているサインと解釈できます。日常生活でツインレイを象徴するシンボルに出会うことは、ツインレイとの再結合に向けて心を開くきっかけとなり、深い感情や思い出を呼び起こします。このような体験に気づくことで、ツインレイとの再会への準備を整えることができるでしょう。8、出会う人がツインレイの特徴を持っている。ツインレイとの再会が近づくにつれ、日常生活で出会う人々がツインレイの特徴を持っているように見えることがあります。これはツインレイへの深い思いや意識が周囲の人々に映し出されることによって生じる現象です。例えば、ある男性は、会社の同僚や街中で出会う人々が、ツインレイの特徴的な髪型や笑顔、話し方に似ていると感じるようになりました。これらの経験は、彼にとってツインレイへの思いが強くなっている証拠となりました。別のケースでは、女性がカフェで注文を受けたウェイトレスが、ツインレイと同じような目の色をしていたり、同じ香水の香りをまとっていたりすることに気づきました。これらの体験は、彼女にとってツインレイとの精神的なつながりを強く感じさせる瞬間でした。ツインレイの特徴を持つ人々に出会うことは、ツインレイとの絆が強くなっていることの表れであり、再会への準備が進んでいるサインとも言えます。これらの体験に気づくことで、ツインレイへの愛情やつながりを再認識し、再結合に向けての心の準備を進めることができるでしょう。ツインレイとの再会が近づいている可能性が高く、その準備を整える良い機会となります。9、突然
心臓が共鳴しだす。ツインレイとの精神的なつながりが深まるにつれて、突然心臓の鼓動が高鳴る体験をすることがあります。これは、ツインレイとの再会や、その存在を強く意識するときの現象です。例として、ある女性は、静かに本を読んでいるとき、突然理由もなく、心臓が激しく鼓動し始めたと報告しています。彼女はこの現象を通じて、心の奥底で、ツインレイを強く感じていることに気づきました。彼女にとって、この高鳴りはツインレイへの深い思いや、再会への予感を示していました。別の事例では、ある男性が仕事中に突然心臓が激しくドキドキし始め、それが数分間続いたと述べています。彼はその瞬間、心の中でツインレイのことを強く感じ取り、その存在が彼の生活に深く関わっていることを再認識しました。これらの体験は、ツインレイとのつながりが心理的、感情的なレベルで強くなっている証拠です。突然の心臓の高鳴りは、ツインレイの存在を意識している証拠であり、再結合への期待や準備が進んでいるサインとも解釈できます。このような体験に気づくことで、ツインレイとの深い絆を意識し、再会に向けての感情的準備を整えることができます。10. 自分の周りに奇跡的な出来事が起こり始める。ツインレイとの再結合が近づくにつれ、日常生活において奇跡的とも言える出来事が起こることがあります。これらは、ツインレイとの深いつながりや、スピリチュアルな結びつきが現実世界に反映される現象として現れます。例えば、ある女性は長年連絡が途絶えていた友人と偶然再会し、その友人からツインレイに関する重要なメッセージを受け取ったと報告しています。この再会は彼女にとって思いもよらない形でツインレイとのつながりを感じさせる出来事でした。また、別の男性はツインレイとの関係を深めたいと願っていた時、突然彼のキャリアにおいて大きなチャンスが訪れたと述べています。彼にとって、このチャンスはツインレイとの結びつきが彼の人生に良い影響を与えている証拠であり、再結合への希望を高めました。これらの奇跡的な出来事は、ツインレイとのつながりが現実の生活にポジティブな影響を与えているサインと解釈できます。このような出来事に気づくことで、ツインレイとの再結合が現実的なものになりつつあることを感じ、その準備を進めることができます。ツインレイとの深い絆が生活の中で具体的な形で現れることは、スピリチュアルな成長や再結合に向けた進展の証となります。ツインレイ男性が決心すると、あなたに今回解説した現象が起きます。動画を参考に彼からのサインを待ってみてくださいね。生まれ変わりを繰り返し、長い時間をかけてきたツインレイ男性。彼は一般の人とは異なり、特別な存在として存在しています。その特別な存在ゆえに、抱える闇や孤独も一般的なものではありません。あなたにとっては、身近な存在であり、彼が抱えている苦しみを見て、何かできることがあれば手助けをしたいと思うでしょう。彼を救いたい気持ちから、できる限りのサポートを提供しようとするのは、自然なことです。しかし、彼が抱えている闇の原因を理解することが重要です。この動画では、ツインレイ男性が、なぜ闇を抱えているのか、そしてその闇を清める方法について解説しています。ぜひ最後までご視聴いただき、彼の抱える問題に対する理解を深め、効果的なサポート方法を見つけていただければと思います。女性に出会う前のツインレイ男性は、主に次の3つの理由から、孤独を感じる傾向があります。ツインレイ男性は、今までの経験や記憶から、周囲と馴染めず、自信を喪失し、孤独を抱えて生きているのです。では、彼らが闇を抱えるに至った理由を、わかりやすく解説していきます。一、前世からの悲しい記憶。ツインレイ男性が心に闇を抱える理由として、前世や過去の生涯から来るトラウマや悲しい記憶が挙げられます。輪廻転生を繰り返し、異なる時代や状況で生きてきた結果、信じていた人からの裏切りや大切な人との死別など、様々な苦難を経験している可能性があります。昔の社会では身分制度が厳しく、自由な恋愛が難しい時代もありました。これらの経験がツインレイ男性の心に深い傷を残し、
他者との関わりを避ける原因となっているのです。2、幼少期の壮絶な経験。ツインレイ男性は幼少期から高い知性を持ち、他者とは異なる雰囲気を持っています。この特別な存在であるがゆえに、他者からの嫉妬やいじめにさらされ、馴染むことが難しかった可能性があります。さらに、多くの時代を生きてきたため、家庭環境が複雑であった可能性も考えられます。これらの経験が幼少期からツインレイ男性を苦しめ、他人を信頼しにくくなり、他者との心の交流を難しくしているのです。これらの経験が、ツインレイ男性の心に深い傷を残し、恋愛に対して慎重になる原因となっています。他者との深い結びつきがなかなか得られなかった過去の出会いや別れが、ツインレイ男性の心に影響を与え、新たな恋愛に対して警戒心を抱くことになっているのです。ツインレイ男性がツインレイ女性に出会う前に経験した出来事が、彼らの心理状態に深い影響を与えることがあります。例えば、他の人との恋愛関係がツインレイ女性ではない相手とのものであった場合、ツインレイ男性の魂は疲弊してしまいます。これは一種のトラウマとして、彼らの内面に心の闇を蓄積させる原因となります。ここではそのトラウマや心の傷がどのように現れるかに焦点を当て、その特徴を一つずつ解説していきます。1、自己肯定感が低い。ツインレイ男性は幼少期から賢く、周りと異なる存在として育ってきました。しかし、その代償として、人からの愛をあまり得られていなかったり、周囲からの嫉妬や、ひがみによって孤立していたことがあります。また、男性の家庭環境も影響を与える要因となっています。その結果、ツインレイ男性は、愛される経験をほとんど積んでいない状態で育ってきました。この長い孤独感が、彼らの自信を奪い去り、自分はどうせ愛される存在ではないという自己評価を抱くようになります。これが負のエネルギーを引き寄せ、ツインレイ男性の自己評価をさらに低くしてしまう悪循環を生むのです。二人を信じられない。ツインレイ男性は過去に受けた裏切りや周囲との馴染みにくさから、人間不信に陥りやすい特徴があります。生死を繰り返す経験や高い知恵から生まれる独自の人生観や価値観により、周りとの認識や価値観にズレが生じます。これが原因で他人を信じることが難しくなり、心を閉ざす傾向が見られます。ツインレイ男性が他人を信じられないため、助け合いも苦手となります。このため、他人の心の温かさを理解できず、人間関係の中での支え合いが難しくなります。人間不信からツインレイ男性は自分の苦しみを他人に打ち明けることが難しく、結果として孤立感が生まれます。孤立が負のエネルギーを引き寄せ、ツインレイ男性にとってさらなるトラウマを生む要因となります。一部のツインレイ男性はこれらの状況を打開しようと試みていますが、根本的に人を信じることが難しいという懸念が残ります。ツインレイ男性は運命の女性に出会った後でも心の闇を断ち切ることはありません。しかし、それは運命の女性と出会う前の状況とは違った理由から成り立ちます。その理由は次の2つです。1、ツインレイ女性の闇を引き受ける役割。ツインレイ男性はツインレイ女性にとってハイヤーセルフ、高次元の自己となります。言い換えれば、ツインレイ男性は女性の闇を引き受ける存在なのです。ツインレイ女性も男性同様、長い時間を生きてきた結果、多くのトラウマや心の闇を抱えています。これらの闇を自身もトラウマや孤独に向き合いながら生きてきたツインレイ男性が背負うのです。二人分の多くの苦痛やトラウマを抱えて生きていくことは容易ではありません。ツインレイ男性は女性よりも苦労する傾向があり、ツインレイ女性はこの点を理解し、ツインレイ男性に適切に接することが重要です。二次分の世界が壊れる。ツインレイ男性は自己に自信を持っておらず、女性と結ばれても自分にはふさわしくないと感じ、劣等感に苛まれます。またツインレイ男性は女性と出会うことでこれまでの価値観が崩れることがあります。男性は現実的な考えを持ち、スピリチュアルな側面に対する耐性が女性よりも弱い傾向があります。運命の女性との出会いによって、ツインレイ男性の精神は
不安定な状態に陥ります。その結果、彼らはツインレイ女性を避けるようになり、趣味や仕事に没頭するか他の女性との関係に逃避することもあります。しかし徐々に自身の闇と向き合い、最終的にはツインレイ女性の元に戻ることが期待されます。ツインレイ女性と出会った後、男性は過去の経験からよりも女性に対して抱く感情に強く影響を受けます。女性に対する感情が心の闇となって出てくるのです。その時彼はこんな感情を抱きます。特徴その1、依存や嫉妬心。ツインレイ男性がツインレイ女性と出会うと、これまでの経験やトラウマが彼らの感情に影響を与えます。ツインレイ男性は普段から他者に対して心を開くことが難しく、この不信感は愛されなかった過去や孤独感から生まれています。そしてツインレイ女性は彼にとって特別な存在であり、同じ魂を分かち合った相手です。この特別なつながりが依存心や嫉妬心といった感情を引き起こします。ツインレイ男性は相手の存在を失うことを恐れ、その恐怖心が依存心や嫉妬心として現れるのです。また感情的になりやすく、不安な感情が強く現れることがあります。 2. 劣等感を抱く。ツインレイ男性が劣等感を抱くのはネガティブな思考傾向が影響しています。魅力的な女性と自分を比較し、その差によって劣等感を感じてしまうのです。ツインレイは魂の片割れであり、もともと同じ魂を共有していました。再会によって、二人が一つになる力が働くため、ツインレイ男性は相手の女性を他の女性よりも魅力的に感じることがあります。ツインレイ同士が再会することで、彼女の魅力が一層引き立ち、男性は彼女に出会うことになります。しかし、ツインレイ男性は内面に自信がなく、そのため女性と出会った後に自分はこの女性にふさわしくないという考えに陥ります。この自己評価の低さが劣等感を生み、彼らの感情を揺さぶる原因となります。 3. 罪悪感が芽生える。ツインレイ男性がツインレイ女性と出会った際、自分主体の感情を抱くことによって罪悪感を覚えることがあります。ツインレイ男性は通常他者のために生きることに喜びや満足感を感じ、特にツインレイ女性の闇を引き受けることで深い絆を築くことがあります。しかしこの過程でツインレイ男性が自分自身の感情に焦点を当て、その感情に対して否定的な感情を抱くことがあります。例えば自分のことを愛してほしいといった自己中心的な感情や要求を感じた際に、これに対する罪悪感が芽生えるのです。この葛藤がツインレイ男性の内面に影響を与え、感情の起伏が激しくなることがあります。罪悪感は自己評価を低くし、感情の安定を妨げる要因となります。ツインレイ男性はこの罪悪感と向き合いながら、自己需要とバランスを見つける過程を経て、より健康な関係を築いていくことになります。ツインレイ男性の魂の片割れであるツインレイ女性は大きな影響力を持ちますが、闇の根本を浄化することはできません。しかし長い時間を孤独に生き、多くのトラウマを抱えた男性にとって、ツインレイ女性はやっと出会えた運命の存在です。そのためツインレイ女性が支えることで、男性を苦しみから救う効果が期待できるのです。一頻繁に愛情表現をしてあげる。ツインレイ男性に愛情を伝える際、言葉や態度に気を配ることが重要です。ツインレイ男性は自信がなく、他者の愛を受け入れにくい傾向があります。ですが女性からの愛情表現は彼らにとって心の支えとなります。はじめは素直に受け入れにくいかもしれませんが、丁寧で意識的な愛情表現は徐々に彼らの心を癒し、安心感をもたらします。に、一緒に闇落ちしない。ツインレイ男性を助けるためには、女性自身が闇に引き込まれないように気をつけることが必要です。お互いの引き合う力が強いツインレイ関係では、一方が闇に沈むと、もう一方も影響を受けやすいです。女性は自らの安定を保ち、男性をサポートする役割を果たすことで、お互いにとって良い影響を生み出します。 3. 温かい目で見守る。ツインレイ男性が心の闇に向き合っているとき、女性は辛抱強く見守ることが大切です。
孤独を感じてきた男性にとって、女性は心の拠り所であり、安心感を提供する存在です。男性が苦しんでいる時には、女性は優しく寄り添い、彼のペースを尊重しながら支え続けることが重要です。ツインレイ男性の深い闇に立ち向かうことは容易ではありません。時には、一緒になって、その闇に引き込まれそうな危険も潜んでいます。ただし、お互いを長い間求め続けてきた運命の二人であれば、幸福な未来を構築することができるでしょう。